マジか、つもりが多いから一回ね。皆さんこんにちは、ハグ食堂店主高橋です。今日は人生の初めてのスケートに来ております。人生の初めて、ねえ、入り口付近で皆さんいらっしゃるかな。おお、開始前からよくいらっしゃる。ボーリング来るより安いよね。普通滑走で、下駄がね、いやもう忙しい忙しい。どうすればいいのかな、これを、はい、サイズがね 27.5 か28、どっちがいいですか。7.5 で、27.5 で。おお、長い。仲間が一人スケートで転倒するたびに紐が切れていくっていう、あのテリーマンシューズみたいな。おお、温泉屋さんみたいな。よいしょ。いよいよ行くわけですか、私。頑張ってください。ですよね、ここまで支度しといて行かない手ではないですよね。こんにちは。はい、じゃあ行きますよ、素人ですよ。おお、怖い怖い。おお。マジか。そう、絶対最初そうなるんですよね。おい、ちょっと待て待て待てよ、まずまず、おい、ちょっと待て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 、ちょっと人通りが多いから一回ね。一周回ってくればいいですよね、とりあえず。あ、そう、すごいですね、それは。ちょっとじゃあ手袋貸してもらっていいですか。あ、そうですね。みんなだから手すり沿いに歩くからなかなか出るタイミングがね。なかなか難しいっすよ。よし。待て待て。お行ったんじゃないこれ。おい。待て。わかった。まず手すりに沿いながら。この俺の不器用さを舐めるんだよ。ダメだ。テシュテシュ。待て。よし、おう、ナマステナマステ。すごい少女誌から顔見されるんですけどね、こんなにモテちゃうと困るな。よし、待てほっ、大丈夫、私も初心者だよ。ほっ、おうおう。ほっ、
頑張るよ。おお、びっくりした。大丈夫ですか。あ、そう、そろそろ一周いけるんじゃね俺。行きますかこのまま。あ、この短時間での成長ぶり、才能がね、やっぱり。できます。はい。やばいね、己の才能が怖いぜ。足痛いねこれ。足痛くないの？痛いよね。最後がよっ。離陸はいいんですか？着陸が。いってきます。はい、行ってらっしゃい。おーい。もう一回行ってきます。行ってらっしゃい。どう、着地が失敗したらアルバトロスことに点でやろうかと思ってね。武器ないと忍者らしさが全然ないね。じゃあ最後の一周を、最後の一周を行きましょう。と俺の上達っぷりを見せますよもう。大丈夫。行くぜ。立ち上がった。ああ。大丈夫、ありがとう。なんか曲がっちゃいけない方向に親指が曲がったよ。みちって言ったよ、なんか。いいだ。過酷なスポーツだね。いやー、もういいかな。もういいかな、僕は。無事撮影が終わりました。無事でもありませんでした。ご視聴ありがとうございます。スケート初体験してきました。大変痛い目に遭いました。今度は気をつけたいと思います。今度があるかどうかも分かりません。ごきげんよう。またお会いいたしましょう。